ハワイ、ホノルル、ダニエル系イノウエ国際空港にいるキャンです。今日はこれから私の大好きな飛行機で日本に帰国。今回は初めて JAL のビジネスクラスに搭乗します。それではホノルルから東京羽田へのフライトに早速行ってみましょう。ハワイ旅行最終日、ハワイ島コナからホノルルにやってきました。私はこれから日本に帰国します。それではチェックインカウンターを探しに行きましょう。私は今ターミナル1にいるので、ターミナル2へ移動していきます。利用する航空会社によってチェックインカウンターの場所が全然違うので、順番に歩いて見てみます。皆さんがご利用予定の航空会社のカウンターはどこにあるでしょうか。一緒に探してくださいね。それではまず車両で空港に到着したら、一番近いカウンターがこちら、ハワイアン航空です。お次は大韓航空です。今直行便は運休していますが、以前利用された方も多いのではないでしょうか。そしてロビー4の大きな看板にあるのは、エアカナダ、フィリピンエアウェイズ、ジップエアです。今大人気のジップエア、チェックインカウンターも近くていいですね。続いてやってきたのはロビー5。ここはアラスカ航空と JAL 日本航空のカウンターです。次はロビー6。日本行きの便はありませんが、こちらの航空会社のカウンターがあります。続いてロビー7です。こちらはアメリカの航空会社、アメリカン、デルタ、サウスウエストのカウンターです。では一番最後、端っこに来ました、ロビー8は ANA、 全日空、アシアナ航空、ユナイテッド航空です。それでは私もチェックインの手続きに行きたいと思います。今日は保安検査、たったの5分で通過できました。保安検査場の目の前に桜ラウンジの看板がありました。それでは JAL 桜ラウンジに入りましょう。ここで今日はホノルルのラウンジを比べてみようと思います。 JAL は今年、 ANA は昨年の映像です。どちらのラウンジも座席数はとってもたくさんあります。どちらのラウンジにもバーカウンターがありますね。お食事は JAL のラウンジの方はオーダー形式に変わったそうです。私も桜ラウンジでお昼ご飯の時間にしたいと思います。こちらが本日のランチ。 JAL といえばビーフカレーですが、このチキンカレーもとっても美味しいですよ。もうすぐ搭乗が始まると思います。今日は D1 ゲートからの出発です。
ちら、 JAL のビジネスクラスには6種類ものシートがあるのですが、今回の飛行機は JAL スカイスイート3。ビジネスクラスの座席は全て斜めに配置されています。ここでも以前登場した ANA ビジネスクラスホノルル発東京成田行きの飛行機と比べてみましょう。最初のお食事の時間になりました。まずはドリンクとスナックをいただきます。そしてこちらがメインのお食事。今回も洋食を選びました。この黒いものは溶岩をイメージしたマッシュポテトです。お肉の火入れも良くてとっても美味しくいただきました。今回お食事中に見ていた映画、長靴を履いた猫と9つの命。とても感動するストーリーでおすすめですよ。から東京まで、今回は JAL ビジネスクラスにお世話になりました。ハワイ便はいろいろな航空会社のいろいろな座席を選ぶことができるので、フライトを計画するのも楽しいですよね。皆さんが乗ってみたい航空会社や座ってみたいシートがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひいいねとチャンネル登録、それからキャントラメンバーシップもよろしくお願いします。ではまた。